します。そうです、私もすごい長い間精神病でしたので、まあ、25年ぐらいずっと壁見て生活してたんです。ホログラフィックユニバースに基づいてこのニューロフィードバックがあるんです。あれもやってこれもやってそれもやってこれもやって全部知ってるけど、ニューロフィードバックだけは知らなかった。おそらくホログラフィックっていうのが普通に当たり前に言われる時代が来るまではあまりこう世に出るものじゃなかった、タイミングが違ったのかなって。脳機能極材論から捉えるとホログラフィックじゃなくなってしまうので、アルファファトレーニングとかシーターなんとかとかベータどうしたとかってなって、 それ切り分けていくとまたそれも分断になるので、ホログラフィックではなかった。認知症について製薬会社さんたちがもう認知症の研究できない、やっぱりそうなってくると自分の脳をホログラフィックとしてね、優劣つけず分断せず、自分の脳の免疫機能修復機能を使って予防していくしかないな。そんな中で行ってみればということで、アメリカのアリゾナっていうところにニューロフィードバックの施設に行って、そこでセッションを始めたのがきっかけです。で、1ヶ月ぐらいでまあケロッとしちゃって元気になっちゃったんですけど、でそれで帰ればよかったんですけど、これは日本に持って帰んなきゃいけないなと思って、それで十何年か前に持って帰ってきました。アメリカとかヨーロッパ、それからオーストラリア、オセアニアとかではもうメジャーです。日本だけはまだこれから。具合悪くなるっていうのは思い通りにならないことを抱えすぎるとトラウマになってくる。我慢する、それから頑張る、こういうことを人間は繰り返していると自分の本来のアルゴリズム、脳の自分なりのパターンを崩していく。柔軟性を持って弾力性のある生活をすることが一番いい。本来自分のあるべき状態にフォーカスできることの連続をできる人生があることが一番いいって言われて作られたテクノロジー。耳から聞くっていう刺激が一番脳が受け入れやすい。サウンドシステムとバイノーラルビート、ヘミシンク、ニューロフィードバックは外から変容意識状態を作るのでもなく、サウンドシステムでもなく、自分の脳の中の電子の推移をそのままミラーリングして耳から聞く。だって自分の脳の電子活動を聞くだけだから、リアルタイムで自分のニューロンの推移を耳から聞くことができる。自分なんだけど自分、新しい自分ができていく。でまた一回言うと新しい自分ができてくる。自分は全く別人じゃない。個性を持った全ての自分自身が尊い。一つずつ一つずつ新しいニューノーマルになる。性格変えるとか体質変えるとかじゃなくて、このまんま良くなればいいじゃない。ガンマ周波数を自分の認識し続けると何が起こるか、アハモーメント、悟りとか覚醒とか、ふっとこう誰でも脳みそさえくっついてれば入ることができる。一気に集合無意識に戻る、こういうトーラスみたいって言って、こういうドーナツみたいな形になっていくと、そういうことが可能になったっていうテクノロジーなんですね。